アフメト一世はオスマン帝国の第十四代皇帝。第十三代皇帝、メフメト三世の子でムスタファ一世の2位。母はハンダンスルタン。子はメフメトにオスマン二世、ムラト四世、イブラヒム、カースム、スレーマン、バヤジトなどがいる。1590年、アフメトはマニサで生まれた。彼が生まれた時、父のメフメトはまだ王子で、 マニサの知事だった。彼が生まれる前に、マフムトという兄がいたが、マフムトは1603年に、メフメト3世によって殺された。1603年、38歳で崩御した父ミカドの後を次ぎ13歳で皇帝に即位した。これは、これまでの歴代スルタンの中で、メフメト2世の一度目の即位に次いで、最も若い即位だった。また、 初めて地方の大衆を経験せずに即位した、スルタンである。アフメト一世の若すぎる即位は、メフメト三世が、長子マフムトを処刑したことと、メフメト三世自身が若くして休止したことに由来する。外国語に堪能で、施作を好み、剣術や乗馬の名手であった。また温厚な人柄の持ち主で、精神病のあった弟、ムスタファの処刑にも反対を主張し、 ハレム内の黄金の鳥籠と呼ばれる皇帝に即位できなかった巫女たちの監禁所へ遊兵するに止めた。以後、継承ルールは明確に定まらないものの、父から子ではなく、オスマン家の年長者が継承するケースが増えていく。彼の即位は若すぎたので、母の判断する単が政務を取り仕切った。このため、アフメトは母の影響を受けて、 非常に信仰心があるスルタンとして知られており、スルタンアフメトモスクを建てたのもそのためだと言われている。彼が即位した時、帝国は東西両方で戦争を続けており、ハンガリーとの長期戦争では状況が逆転し、トランシルバニア、ワラキア、モルドバではハンハプスブルクの反乱が起き、トランシルバニアで 9月の墓地会員首都バーンを軍港に選出した。また、オスマン側は、大宰相のソコロルザーでララメフメトパシャのもと、1604年にペスト・バーグを奪還した。1605年の8月にエステルゴム城塞を包囲し10月に陥落させた。そして、1606年に、大宰相のクユジ村とパシャによって、干渉地帯のジトバ側で、ジトバと六条約が成立した。 その内容は、互いに王と呼ばずに皇帝と呼ぶこと、平和を守ること、侵略をやめること、神聖ローマ皇帝が20万フォリントをイスタンブールに届けること、エステルゴムとかニジャの城塞はオスマン側に、コマロムの城塞はハプスブルク側が領有すること、などだった。また、ハプスブルク家の君主をカイザーと認めたことは、画期的であり、コンスタンティノープル陥落以来、スルタンが、 唯一の称号として皇帝を名乗っていた。次に、スルタンが皇帝として認めたのは、1774年の旧竹海ナルジ条約の時であった。ジェラーリーの反乱に対しては、クユジ村とパシャ率いる政府軍が討伐にあたり、徹底した強硬な対応により、1608年までに反乱を鎮圧した。クユジ村とパシャは1611年に亡くなったため、 公認にナスフーパシャが就任した。その一方で東方では、サファビー朝の反撃により1607年までに、村と三世紀の時に獲得した、アゼルバイジャンなどのコーカサスの領土を失った。オスマン帝国軍は湿地を回復すべく、ユスフシナンパシャの指揮の下ナフチバンを経由して、エレバンを占領し、そこで冬を過ごした。その後タブリーズを取り戻すべく、アッパース一世と戦うが、 敗れてしまった。オスマン側はサファビー朝に十分に対抗できないと考え、1612年に大最小ナスフパ社によってナスフーパ社条約を締結した。条約の内容は、サファビー朝がオスマン側に絹200ラクダを送ること、国境を1555年のアマスイアの講和のものにすることだった。1612年、 カピチュレーションをオランダに与えた。また、ジェノバ、ラグサ、アンコーナ、フィレンツェ、スペインの商人たちも、フランスの旗の下に貿易できるようにした。サファビー長との和平を締結した、ナスフ・パシャは1614年に、アフメト一世によって処刑され、次の大宰相に、オキュズメフメト・パシャが就任した。1615年。 サファビー朝がかつてナスフパッシャ条約に定められていた絹200ラクダを送らなかったため、オキュズメフメトパッシャはペルシャ遠征の準備をし、1616 16年にエレバンへ侵攻したが、これに失敗し、大祭相を解任させられた。代わって大祭相に就任したダマとハリルパッシャは冬にガンジャ、ジュルファ、ナフチバンを攻撃した。地方では化が進み、エジプトでは1604年に、 エジプト総督のイブラヒムパシャが現地の兵士たちに殺害された。1609年にはエジプト総督と反乱軍団の内戦が起きた。反乱軍団は一時期自分たちでスルタンを選びカイロを占領したが、新しくエジプト総督に就任したクルクラン、メフメトパシャは1610年にベドウィンと呼ばれる遊牧民を味方につけてカイロを奪還し反乱を鎮圧した。 これら一連の流れは第二のエジプト征服とも言われる。しかしその直後米と呼ばれる有力者が政治に介入するようになった。やがて米たちの中で党派が形成されていき、フィカリーアと呼ばれる派閥とカスイミーヤと呼ばれる派閥に分かれた。17世紀の前半には、フィカリーアのリドアーン米が25年間にわたり、権力を振るい、オスマン帝国が任命した総督の権力は、 衰退していった。チュニジアでも文献化が進んでいた。チュニジア征服当初は、米と呼ばれるトルコ系軍人が権力を握っていたが、次第に米は世襲化されていき、1613年、ムラード朝が成立した。チュニジアやエジプトでは文献化が進んでいたが、例外的に、 アナトリアのラマザン広告は1608年に廃止され、集権化された。ラマザン広告は1516年にセリム一世に征服されたがその後92年間、ラマザンの米は伝統的な手法でラマザン広告を管理していた。スルタンアフメトモスクを建造させた。アフメト一世の崩御の直前の1617年9月にイスケンデル・パシャの下 ポーランドと武者の和薬を締結した。この条約は、ポーランドがトランシルバニア、ワラキア、モルドバへの干渉をやめること、ポーランドの配下のコサックによる攻撃をやめることだった。その見返りに、オスマン側は配下のタタール人によるポーランド側への襲撃をやめることとなった。しかしその後も、コサックとタタール人が互いに国境地帯を襲撃し続けてたため、条約は無視された。 これにより後にツ蝶ラの戦いで衝突し、オスマンポーランド戦争へと発展することになった。1617年、チフスが原因となり27歳で崩御。後を、ムスタファ一世が継いだ。妻息子娘。ありがとうございます。